新しい F1 シーズンが近づく中、ダニエル・リカルドが過去に所属していたレッドブルでの地位を取り戻すことが現実的であるかどうかが注目されている。前シーズン途中にアルファタウリに移籍した経緯があり、その間に数々の挑戦と試練があったものの、2024年シーズンに向けて期待が高まっている。リカルドはアルファタウリでの活躍により、レッドブルの首脳陣を驚かせ、メキシコ GP では7位フィニッシュなど、昔の実力を見せつけた。しかし、 手の骨折などの負傷もあり、シーズン半ばでの移籍となった。今シーズンも、リカルドは、レッドブルのフィーダーチームであるウィザ・キャッシュ、APP、RB で、角田祐樹と共にドライブする予定だが、アルファタウリからの移籍により、新しいチームになれるまでには、時間がかかると予想されている。一方で、現在レッドブルで走るセルジオ・ペレスの契約は最終年を迎えており、2025年には空席が生じる可能性があることから、リカルドは、 トップ10での好成績を目指すだろうただし、他のドライバーや若手のリアム・ローソンも競争に参加しており、2024年の F1 は激しい座席争いが予想される。ジョニー・ハーバートの見解によれば、リカルドが再びレッドブルで成功するためには、自身のアプローチを変える必要があり、その難しさが指摘されている。彼がマックス・フェルスタッペンとの競争で、前回よりも上位に立つためには、さらなる変革が求められるだろう。結局、 リカルドが、レッドブルでのキャリアを成功率に終えるかどうかは未知数であり、2024年の F1 シーズンは、混沌とした愚かなシーズンになる可能性が高まっている。コメント、新しい F1 シーズンが近づく中、ダニエル・リカルドが過去に所属していたレッドブルでの地位を取り戻すことが現実的であるかどうかが注目されている記事。ジョニー・ハーバートの見解によれば、リカルドが再びレッドブルで成功するためには、自身のアプローチを変える必要があり、その難しさが指摘されており、 彼がマックス・フェルスタッペンとの競争で前回よりも上位に立つためにはさらなる変革が求められるだろうというもの。